どうでしょうね、なんか苦しいゲームではあったので、うん、危ないシーンもあったし、なんかよく耐え切ったっていう方が強くて、なんかそういう実感とかそういうのは なかったけども、まあでも本当みんなよく頑張ったの一言です。まあ今シーズン、まあ、ずっと上位とか周囲にいることが多くて、まあそこのプレッシャーっていうのもあったんで、追われる身でもあったんで、なんかほっとしたっていうのが大きいですね。まあ、ただその選手たちの涙してる姿にグッときましたし、まあ、そこには試合に出てる選手もそうですけど、今日ベンチだったレオとかもね、涙流してるの見て、やっぱりみんなそれぞれ特別な思いっていうのがあるんだなって思いましたし、なんかそういうみんなを見てるとね、ちょっともらい泣きしそうになったんですよ。いや本当リーグ優勝の重みっていうのはすごいなって思います。本当に1年間しっかりとした自分たちのサッカーとかを構築しないと絶対に無理だと思うんで、それを本当にみんなで我慢強く粘り強くできたと思います。僕らは自分たちが奪いに行く、自分たちのアクションで奪いに行くっていうサッカー、まあ昨シーズン前からプレス行って、まあ相手もほとんどのチームがプレスに来るし、それをどう回避するかで、構えたらどうするかとか、まあそういう整理はもう昨シーズンにある程度ベースはできたんですよね。で、まあ今シーズン変えたとすると、攻撃の部分で少し可変にして、まあ、3枚とアンカーでビルドアップしてっていうところぐらいで、ただやってる内容とか言ってることっていうのは全然変わらないかなと思います。いや一試合一試合っていうのがもう合言葉だったんじゃないですか。なんか自然と一試合一試合っていうのと、もう自分たち次第でも相手じゃないぞ、自分たちのサッカーをするぞっていうのが一番使ったワードじゃないですか。僕の練習ですかね。どうだろうね、基本的には短時間で、ただその中で内容濃くテンポよくっていうのが自分の練習スタイルなんで、でも確かにこれもっとやらなきゃなっていう時はありましたね。セレッソ戦9月の時、その週はちょっときつく練習しました。シーズン序盤から好調を維持してきた自分たちの組織的でアグレッシブな、攻守にアグレッシブなサッカーっていうのが、あのアウェイの広島戦は全くダメで、なんかちょっとずつ緩さっていうのが出てて、もっと守備の組織をもう一回見つめ直さなきゃなと思って、まあ、やらなければいけないことをやった結果、きつい練習になったと思うしね、あの週は。もう一回締めなきゃなっていうのが、あの辺でありましたね。なんか自分たちのスタイルっていうのを思い出しながらできたと思いますし、あとは、その、一巡目っていうんですかね、上位になかなか勝ちきれなかったり負けたりっていうのがあったんで、なんかそれの経験っていうのが同じ相手の二巡目の時に出たと思いますし、まあ、例えばマリノス戦なんかは、まあ、2-0 から3点取られてホームで負けたんですけど、なんかその教訓もあって、まあ、2-0 でも誰一人と緩めることなく最後まで集中してできましたし、まあ、それはセレッソのホームの時もアウェイでやら最後、ね、ダイヤのミスからやられてしまって、でもそういう教訓を生かせたし、なんか全て敗戦っていうのは自分たちにとって意味があったな、そこから学んだなって
とは思います。怪我人とかいろんなアクシデントがあった中で、まあそういう、まあ、春にしても大ギャラ高にしてもやはりそういう準備っていうのをしっかりとしてましたし、日々のトレーニングが、まあ、それが試合に彼らの、ね、結果を残せた理由だと思うし、すごいみんな一生懸命な選手が多くて、特にこう代表を経験してる、まあ、サコとかヨッチとかホタルとかゴートクとかその辺の選手が一番頑張るんですよね。それに引っ張られて山川とか大樹とかみんな頑張るんですよね。だから手を抜いてるとか、ちょっと連続性がないなっていう選手は逆に浮いてしまう。もう本当だからそういう意味ではいい雰囲気で練習からできてたなと思います。いやどうなんでしょうね。まあでもセレッソは一つありますよね。まああと開幕もあるんじゃないかなって思う。まあ結構福岡と拮抗したゲームだったんですけど、ジェアンのゴールでねガラッと、雰囲気変えてくれたし、だからそこでもし連敗スタートとかになってたらちょっと自信なくしてたかもしれない。開幕も一つポイントになるし、いっぱいあるでしょ。でこの前のレッツもそうだし、アウェイのマリノスもそうだし、もう簡単な試合なんて一つもなかったです。正直ヴィッセル神戸に関わってきた OB たちがこうやって優勝に関われたっていうのは嬉しいですし、まあ、何より須川も高校からの、ね同級生ですし、高校からの付き合い で国も現役一緒にやってて、なんか自分のやりたいサッカーを彼らもすごく理解してくれてて、その大枠の中でいろんなアドバイスだったりアイデアだったり聞いたら答えてくれるので、まあ、本当にこう自分が信頼できるスタッフに恵まれたなと思います。まあ、それはコーチングスタッフだけじゃなくてみんなそれぞれいろんな思いがあって、まあ、トレーナーでも長くやってる、ね、柴田さんとか、まあ、そういう方もいますし、もう本当にそれぞれがいろんな思いがあったと思うので、まあ、特別ですよねこの優勝は。自分ってあんまり笑わなくなったなって、指導者になって厳しい顔ばっかして でも実はみんなとねワイワイやったりするの好きなタイプだったけど、指導者になってやっぱ責任もあるし、まあ、選手たちを預かってるだけじゃなくてその家族まで預かってるわけで、だそれをやっぱり11人しか選べない18人しか選べないっていう責任もあるわけで、だからなんか指導者として素直に笑えないなって思ってたんですけど、なんか今日 やっと優勝してほっとしたっていうか、やっと今日笑えたなっていう感じがあります。名前もよく間違うし、周平と翔平もよく間違うし、なんかそういうのは、ね、ありますし、なんか自分でも、そういう部分はあるな。でも多分選手には僕自分の細かい性格とか見せないようにしてるんで、全部やっぱり練習メニューから全部こう、まあ、作って毎日やってるし、ミーティングも全部準備して、ね、週何回もやってるんで、細かいやつだなってスタッフは思ってると思うんです、コーチングスタッフは。あんまり見せないように選手はしてる。だから天然なのよね。どっかで漏れてるのかもしれない。いやでもね、やっぱねそういう雰囲気も大事だと思いますよ。